そこにいるのは分かってるんですよ。観念して出てきたらどうですか。くそ、まさかこんな田舎の旅館で名探偵の江戸川次男と言い合わせるなんて、もうここまでやな。あなたが犯人のことは分かってるんですよ、茨銀太さん。え、あなたですよね、旅館の女将の髪飾り盗んで池の鯉に食べさせたのは。ちゃう、うちちゃう、うち坂井玲奈っちゅう名前やし、女将の髪飾り知らん。ほんでなんで池の鯉に食べさせなあかんねん。知らん、そんな罪知らん。だいぶ何になんねん。池の鯉に変なものを食べさせた罪であなたを逮捕します。そっちなんや、女将の髪飾り盗んだことちゃうんや。なんなら女将の髪飾り変なもの言うとるもんな。女将かわいそうやわ。あんな汚い女将の髪飾り食わされる鯉の気持ち考えたことあるんですか。そっちなんや、被害者女将ちゃうんや、恋なんや。てかそんな言われる女将の気持ちも考えたって。うちも女将側や、完全に女将の味方や。茨城銀太さん、あなたの罪はこれだけじゃないですよね。あ、茨城さんまだやらかしとるんや。茨城さん、あなた泉の間に泊まっていた村田さんを殺害しましたね。それうちの罪や、うちが犯人のやつや。なぜか茨城って人が犯人や思われとる。てかさっきそっちの方言えや、女将の髪飾りより殺人罪の方が重いやろ。まあこっちは大した罪ではありませんが。大した罪や、人間が犯しうる最も重い罪と言っても過言やないで。とはいえ仮にも人が亡くなってます、一応謝ってください。謝ったら許してくれる？ええの？そんなんでええの？まあ謝ったからといって許すわけじゃないですが。許さへんのかい。あ、思わず声に出してもった。あなたが犯人ですね、酒井さん。しょうもないミスしてもったわ、声さえ出さなきゃバレへんかったのに。いえ、僕は最初からあなたが犯人だと分かってましたよ。は？そんなわけないやろ、だってあんた茨っちゅうやつが犯人やと思ってたよね。茨城銀太さんなんてこの旅館にはいません。え？適当に言ったんですよ。あなたが突っ込みたくなるようなボケを連発すれば必ず引っかかってくれると思ってね。なんや、全部嘘やったんかい。てかなんでうちが突っ込みたくなる思ったんや。しかも仮に突っ込んだとしてそれが犯人かは分からんやないかい。村田さんのダイイングメッセージが残されていたんです。ダイイングメッセージ？ええ、彼は死の間際自分の血でこう書き残したのです。関西人と。いや、関西人が誰も彼も突っ込むと思ったら大間違いやで。なめんな、しばくで。まあそんなことより。まあそんなことよりってなんやねん、今うちのターンやろ、喋らせろや。ええ、そのつもりですよ。酒井さん、動機を聞かせてもらえませんか。動機？ああ、あれはどうして女将の髪飾り盗んだりしたんですか。いや、それはうち知らん。そしてそれは嘘やないんかい。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。LINE スタンプがね、ピティピティあるんですよ。可愛いから要チェックです。買ってほしいな。またね。